山口春一、山口春一、山口春日,日、1950年2月28日は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院、議員、10期。第2次、安倍改造内閣、第3次、安倍内閣で、内閣府特命担当大臣、沖縄及び、北方対策、科学技術政策、宇宙政策、第3次、安倍内閣で、 内閣府特命担当大臣、消費者及び、食品安全を務めたほか、内閣総理大臣補佐官、麻生内閣、財務副大臣、第二次、安倍内閣、総務副大臣、第一次小泉再改造内閣、第二次、小泉内閣、衆議院決算行政監視委員長、財務金融委員長、徳島県議会議員、四期、 自民党タバコ議員連盟副会長等を歴任。徳島県三好市生まれ。徳島県立城南高等学校。青山学院大学文学部卒業。パリ第四大学留学中に政治を志し、パリ第四大学を中退。1975年4月に、徳島県議会議員選挙に出馬し、初当選。以後連続4期務める。1990年。 第39回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で徳島県全県区から出馬し、初当選。当選後は中曽根派に属する。小選挙区制導入後は徳島2区から出馬している。1994年6月29日の主犯指名選挙では自民党は、党議拘束により日本社会党委員長の村山。 トミチへの投票を決定していたが、山口は、旧連立与党側が擁立した元首相の回復、都市記に投票し、造反した。2015年2月16日、衆議院本会議で永年在職表彰を受けた、際の挨拶において、この村山が選出された、主犯指名に言及している。2003年、第1次小泉再改造内閣で、総務副大臣に任命され、第2次、 小泉内閣まで務める。2005年7月5日の郵政国会では、衆議院本会議における郵政民営化法案の採決で党の方針に反し、反対票を投じる。このため、2005年の第44回衆議院議員総選挙では、自民党の公認を得られず、無所属での出馬を余儀なくされた。自民党本部は、資格候補として、七条名に公認を与えた。だが、 7条や民主党公認の高井美穂らを破り、六選。当選後、再提出された法案に対しては一転して賛成票を投じた。2006年11月27日、復党届及び誓約書を提出。12月4日に、党金委員会で復党が認められ、自民党に復党。 1998年12月から無派閥を通して、北がかねてから信仰のあった麻生太郎がため公開を旗揚げした際、結成に参加し、以後は麻生派に所属。自民党復党後、徳島2区の候補者選定をめぐり山口、比例復活した7条の2人で、公認候補の座を争っていたが、2008年2月に、自民党選対委員長の小川誠が7条の処遇を、 後回しした上で山口を徳島2区の自民党公認候補に内定した。2008年9月、麻生内閣で内閣総理大臣補佐官に起用された。2009年の第45回衆議院議員総選挙では徳島2区から出馬し、前回は比例復活で当選した民主党の高井美穂に敗れるも、比例四国ブロックで復活した。 2012年自由民主党総裁選挙では、麻生派所属ながら、石破茂を支持したが、石破は麻生が支持する、安倍進三元首相に敗れた。安倍総裁の下で、幹事長に就任した石破の推挙により、選挙対策局長代理に起用される。同年の第46回衆議院議員総選挙では、徳島2区で民主党の高いに比例復活すら許さず、8選。 選挙後に発足した第二次安倍内閣で財務副大臣に任命される2013年月に退任。2014年9月、第二次安倍改造内閣で内閣府特命担当大臣沖縄及び北方対策、科学技術政策、宇宙政策に任命され当選8回で初入閣した。合わせて情報通信技術、IT による産業、 社会構造の変革を円滑に推進するため、企画立案及び行政各部の所管する事務の調整。再チャレンジ可能な社会を構築するための施策を総合的に推進すため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整。日本が誇る文化の国際展開を図るため、企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当する国務大臣に任命された。 同年の第47回衆議院議員総選挙では徳島2区で休戦。2014年12月、第3次安倍内閣の発足に伴い、新たに内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全の補食事例を受けた。2015年10月7日、第3次安倍第一次改造内閣の発足に伴い、内閣府特命担当大臣を退任した。 2015年10月11日、自民党を徳島県連会長に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、徳島2区で重選。2009年1月31日、徳島県徳島市の会合にて、内閣総理大臣補佐官である山口が、麻生太郎首相が5月にも、平成21年度補正予算案の編成を検討している。 景気が底抜けの時に衆議院解散はできない。21年度補正予算を考えたいと発言した。しかし、2009年度本予算案の国会審議すら始まっていない時期だったため、与野党から批判が相次ぐ事態となった。同年2月2日、衆議院予算委員長の江藤聖志郎も、21年度本予算の審議に入っていない段階の発言で、 極めて不見識だと指摘し、衆議院に予算委員会理事会は山口を理事会に呼び出し謝罪させることを決定した。翌日、山口は衆議院に予算委員会理事会に出席し、予算案の審議中という大事な時期に大変不適切な発言をして申し訳ないと述べて謝罪し、江藤予算委員長から補佐官は内閣の中鎮。 緊張感を持って職務に政令されたいとの注意が言い渡され、野党側も山口の謝罪を受け入れたため同日審議が再開された。2014年9月17日、報道各社のインタビューで、イギリスからの独立の是非を問うスコットランドの住民投票に関連し、一部の沖縄県民が主張している沖縄の日本からの独立について、今のところ耳は全くない。 住民投票の可能性は全く想定していないと指摘し、スコットランドの住民投票が沖縄に与える影響について歴史的背景も置かれた状況も全く違う。あまり影響はないと述べた上で、独立がもっと沖縄の世論としてあれば政府もちょっと検討しないといけないが、今のところそういう話は聞いていないと発言した。日本共産党の機関紙である新聞赤旗の 報道によれば、純、大手ゼネコンの西松建設から、同社の OB らが代表を務める政治団体から計200万円の政治献金を受け取っていた。麻生内閣で首相補佐官を務めていた山口は、報道を受け、返還の意向を河村竹雄内閣官房長官に伝え、受け取った政治献金を返還した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。